試合1対1のドローでしたけれども、まず試合の感想をお願いできますか。外から見てたので、見てて、そのうち入るんじゃないかなじゃないですけど、そういう気持ちで、チャンスもありましたし、なので、残念な試合にはなってしまったと思います。自分が入ったらこうしようとこうイメージしながら見られてたと思うんですけど、どんなことをこうイメージして入られたんですか。そこは何ていうんですかね、自分の得意なストロングなところを背後狙うとか、クロスに入っていくとか、そういうところを繰り返しやろうという意識は、常に持っています。得点シーンは梶川選手からのボールでした。仲良しの小井梶コンビでなんですけど、あの瞬振り返ってもらえますか。そうですね、梶にボールが入る前に、2019年 の、 僕がハットトリックした時に1点目のゴールにちょっと似てたと思うんですけど、ダイレで入ってくる瞬間にその自分のスペースちょっと作って、そこに、ピンポイントのボール来たので、吹かさないように、枠に飛ばすことを意識しました。綺麗に決まりましたね、ヘディング。そうですね、入ってよかったです。それにしても今回で16ゴールで2019年の、キャリアハイとおっしゃっていたと思うんですけど、その16ゴールに並びました。この数についてはいかがですか。もちろん目標の一つではあったので、今年、おととし16ゴールと取れて、去年7ゴールで終わってしまって、今年もう一度2桁取りたいっていう、思いはありましたし、そこを前半戦でクリアできて、次は間違いなくこの16ゴールだったと思うので、そこに並べたっていうのは、嬉しいですね。あと2試合なんでもう少しいけそうですよね。そうですね、そんななかなかチャンスないと思うので、その、こういうタイミングで、そういう数字が出たら、嬉しいなと思います。20ゴールとか取りたいなと思います。20目指さないとそういう数字も見えてこないと思うので、2019年は最後ハットトリックもしましたし、本当なんですかね、諦めずに、狙い続けるというかやり続けると初めてその、一つのゴールが見えてくると思うので、そこは継続してやりたいと思います。これだけなかなか2回 PK が決まらない試合も、珍しいですけれども、もうこればっかりはしょうがないですかね。そうですね、もちろん勝ってたかもしれないですし、決めていれば、ただ、選手をして代表して蹴ってますし、そこで、2人とも今日は自分でもらった PK だったので、その本人が蹴るっていう、決断をして意思を持ったことが、そこに意味があると思うので、次決めれば若い選手ですしいいと思います。最後に次の試合に向けてメッセージをお願いします。もう残り2試合となってしまって、アウェイとホームと1試合ずつなんですけど、本当にいつも応援していただいて、僕らパワーいただいてるんですけど、なかなかこうホームで勝てていなくて恩返しできていないので、次アウェイですけど勝って、最後、ホーム戻ってきていい形でみんなで笑顔で終わりたいなと思っているので、最後までもよろしくお願いします。